こんにちは、ビーレジェンドの辻元です。今日はダイエットを始める前に知ってほしいことについてお話しさせていただきます。今日は体重が減るっていうことと体脂肪が減るっていうことについて、細かく説明させていただきたいと思います。それではまず一つ目なんですけれども、ダイエットにおいて最も重要な部分っていうのが無駄な体脂肪を落としていくっていうことがもう絶対的に大切になってきます。毎日体重を測定することはダイエットの進捗がスムーズに進んでいるかっていうところを確認する一つの指標になるんですけれども、あくまでもこの体重の数字っていうのはですね、体脂肪が落ちたから減った、体脂肪が増えたから増えたっていうふうにはなりません。これはですね、体重を構成する体の組織っていうのは体脂肪の他にもちろん筋肉、骨、水分、内臓、様々な要素が合わさって体重の数字として現れていくので、これがですね毎日のように順調に落ちていくっていうことはありません。この体脂肪を落としていくっていうことについてもう少し踏み込んでお話しさせていただくと、体脂肪 1kg あたり7200kcal のエネルギーが必要とされています。ということはダイエットしていく上で消費カロリーと摂取カロリーの、バランスのうち、消費カロリーが7200kcal 消費されて、やっとそれが脂肪細胞すべて使われたとして1キロ減るというふうな計算上になります。さらに細かく言いますと、この7200kcal っていうのはですね、普通に、ウォーキングするエネルギーとして、普段歩かれたりされてる方もいると思うんですけれども、3-40時間分、ウォーキングして、やっと7200kcal 消費できるっていうエネルギー量になります。なかなかそこまでウォーキングをするっていうことはもう難しいことなんで、仮にですけれども、毎日500kcal の消費を上回る生活を続けたとします。そうすると1日 70g 程度の脂肪だけを使われたら燃えるという形になって、2週間でやっと脂肪 1kg 燃えていくというふうな計算になります。ですので日々の体重の測定値だけでですね、多い方でしたら1キロから2キロ増えてしまったり、日々やっぱり500グラム程度ですね、変動ってあるかと思うんですけれども、そういった形で体重の数字だけにとらわれず体脂肪を燃焼させるというふうに考えていただければと思います。とはいえですね、その体重の変動ってじゃあなんで起こるのかっていうと、これがほとんどは水分になります。やっぱりね、水分量っていうのはもちろん朝から夜の間でも違いますし、汗をかいたり、排出、尿として出たりとかですね、もう様々この水分量の出入りで体重の変動っていうのは関わってくるんですけれども、次に2つ目なんですけれども、この体重の変動が大きく出やすいパターンっていうのがいくつかあるので、その話をさせていただきます。まず1つ目が毎日の食事量が大きく波がある方、これは例えばですけれども、お仕事が忙しくて、昨日全然食事食べられへんかってんっていうお客様、その次の日に体重測るともちろん体重は減ってますよね。ただそれは、脂肪が燃えているわけじゃなくて、その日また夜は会食があって、食べました、体重増えてますよねっていうところで、やっぱりね、日々の食事が不安定な方っていうのはやっぱり体重の変動も大きくなります。っていうことは逆に、ダイエット中はある程度の食事量を統一していただくと体重の進捗っていうのも見やすくなってくると思います。で、2つ目が逆に運動の消費量が違うという方、もう少し言うとこの発汗とかですね、汗の量が日によって違ったりする場合もこれに当たるんですけれども、例えば週末
ゴルフに行って2万歩近く歩きましたとかですね、まあ、そういう次の日って結構、消費して汗もかいてるので、まあ、体重が減りやすかったりもしますし、朝と夜でも違いますし、まあ、発汗しやすい状況であったり運動の消費量が変動がある場合っていうのも、体重が変わりやすい条件の一つになります。で、3つ目がですね、これはもう、便秘です。特にダイエット中これよくあるんですけれども、カロリーの少ない、まあ、野菜を中心に食べる、昨日の夜いっぱい野菜を食べました、カロリー抑えて頑張ったのに次の朝体重めっちゃ増えてるみたいなケースもよくありまして、これはもう単純に食べたお野菜、特に食物繊維がお腹の中に溜まってる状態なので、これは体脂肪が増えたわけじゃなくて、もう食べたものが胃の中、腸の中に溜まっている状態なので体重が増えた形になると。4つ目がですね、アルコール摂取、これもねよくありまして、まあ特に昨日夜、まあ、飲みに行って、で結構食べたのに体重減ってるわみたいなケース、よくお客様からいただくんですけれども、まあ、アルコールは分解に水分が必要とされるので、まあ、たとえ結構食べてても体の水分が抜けた状態で、まあ、翌朝体重が減ってると、これは水分が抜けてるだけなので気持ちは嬉しいんですけれども、そういった形になります。最後5つ目が塩分ですね、これはまあ一番身近にあるものだと思うんですけれども、やっぱり塩分っていうのは体の浸透圧を保つためにですね、塩辛いものを食べると水分を取り込みやすい状況になります。まあ、よく、まあ、むくんでるわみたいな形で感じられることも多いと思うんですけれども、まあ、考えてみると、まあ、前の日にじゃあ、ラーメン食べたわとか外食行ったわとか、そういった時に、まあ、普段よりも塩分量が多いと、まあ、水分として体に取り込めやすくなっているので、まあ、それも体脂肪で増えたわけじゃなくて塩分が多かったために水分量が増えているだけなので、ご案内した5つ、まあ、こういったところを前もって知っていることで、まあ、日々の体重を測って太った痩せたっていうところの気持ちの波っていうのも、まあ、抑えられるのかなと思います。それでは最後にですね、3つ目、ダイエット中にこのまあ体重とどのようにして向き合っていけばいいかっていうコツをお伝えさせていただきます。これはまあ4つあるんですけれども、まず1つ目、どうしても体重がそれでも気になるっていう場合はもう体重は測らないでおくっていうところです。これにおいてはまた後に説明する体重以外での進捗確認の方法などもあるので、まあ、そういったところを試していただきながら、もう体重はまあ一旦測らないっていうのも選択肢の一つです。2つ目、できれば毎日同じ環境、同じタイミングの条件で測るということです。まあ、一番おすすめしているのは、まあ、朝起きられた状態、夜寝てる間にですね、夜の食べたものがいいから、まあ、消化されている状態になりますので、まあ、朝起きてお手洗いを行ってから体重計に乗る。で、特にまあ体重計に関しても同じ体重計で測定されることをお勧めします。3つ目、毎日体重は変動していくので1週間の最低数値で下がっていってるっていう状況を確認するということです。例えば先週の水曜日に70.0kg だった、じゃあ今週の一番低いところで 69.8kg だった、でその次の週で 69.5kg だったみたいな形で、まあ、最低数値の更新を、まあ、その1週間単位で、まあ、見ていくっていうことが大事になってきます。これは先ほどご案内した食事をこう著しく食べなかったとかそういう場合は体重が減るので、まあ、その影響もあると思うんですけれども、仮に同じような食生活で頑張られている方にとってはそういった形で1週間の平均で見ていただくこともお勧めします。4つ目、体重の数値以外でも進捗を確認する指標を持っておくっていうことなんですけれども、まずウエスト腹囲を、まあ、測定するっていう方法なんですけれども、特に体重がですね、平均体重に近い方で、まあ、ダイエットされるっていう方にとっては筋力トレーニングをしていくと、まあ、筋肉も成長していきます。なので、頑張ってるのに体重にはなかなか現れないっていうケースも
出てきます。そういった場合は腹囲には脂肪が一番つきやすい場所になってますので、体重が減っていなくてもウエスト、おへそ周りが減っているっていうこの状況であれば脂肪が減っているっていうふうに、まあ、仮説として考えられるので、これもおすすめです。また写真撮影ですね、自分の体を撮影して残しておくっていうのもおすすめです。まあ、なかなかですね、ずっと自分の体を見ているともう減ってるのか減ってないのかっていうのもわからない状況になるので、まあそれ1ヶ月ごとぐらいで見てみると、あ、結構なんかへっこんでるやんみたいな形で進捗がわかりやすい場合もありますんで、写真撮影もおすすめです。で最後はトレーニングの重量、まあ強度等を、まあ下げない、重量強度などが落ちてないかっていうところを確認しておくっていうことです。まあ、これもですね、まあ、普段トレーニングしている方が例えばベンチプレス100キロ上がっていたのに体重が減っていくにつれて上がらなくなってきたということは、もしかすると筋肉量が少なくなっているっていう状況が考えられますので、体重が変わっていない、ないしは下がってきているけど、まあ、100キロは上げれているという状況であれば体脂肪が減っていると考えることができますので、まあ、この点も、おすすめです。今日は体重が減るっていうことと体脂肪が減るっていうことの、まあ、考え方についてお話しさせていただきました。まあ、ダイエットを始めていくにあたって、まあ、非常に大切なところかと思いますので、ぜひ皆様参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また新商品やお得なセールなども開催してますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。